清岡利政、ほんま切れた。プレゼント企画やってます。どうもドマズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで、いや、私おこですよ。今日は結構ね結構怒ってますよ。昨日 YouTube 何気なく見てたら、いきなりよ、いきなりキヨキヨさんがドズル君見てるとか言って、ドズル震えて眠れみたいな動画を上げて、まあ、内容はね、クラロワで私のトロフィーを抜かすっていう、動画だったんですよね。私がトロフィー5000円ちょいちょいで、キヨキヨさんがそれを抜かしておいみたいな感じの動画だったんですけど、まあ、それはね全然いいですよ全然、むしろ嬉しいぐらいで、勝負をね仕掛けられたんですけど、私が何に怒ってるかっていうと、こちらキヨキヨさんトロフィー下がってるからねこれさ、だってさ、ドズル見てる、ドズル君見てるっつって、振りだと思うじゃないですか。私も、こう、キヨキヨさんに抜かされて、私が抜かすっていう、そこまでの動画を撮ってワンセットかなって思ったら、じゃあ今日それ撮ろうって思って開いてみたら、いざ開いてみたら、キヨキヨパイセン、トロフィー落ちてるの。あげとこうよ、そこは。私がこの動画撮るの分かるでしょっていうね、まあそういうおこな感じではございますが、まあ今日トロフィーあげ、やっていきましょうか。これちょっとマジであげとこう、キヨキヨさん。それで、これワンセットですからね。はい、ということで、キヨキヨさんと私は、付箋の約定を結んでてね、お互い、まあ、確認を取らずに、お互いのことをネタにしていいっていうね、約束をしてるんですけど、まあ、今回は、うまくね、震えて眠れって言われたんで、私もちょっとキヨキヨさんとトロフィー、差をつけたいと思います。久しぶりにトロフィーレースしたいですね。前は、結構こう、トロフィーね、設定どっち、今シーズンどっちが上に行けるかみたいなことしてたんで、まあ、キヨキヨさん、お待ちしております、勝負を。ちょっとね、差をつけて、まあ、キヨキヨさんがね、もう来れないところまで頑張ってトロフィー上げしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあでも、トロ上げって結構やっぱね、環境的にもいろいろありますし、今でもスパーキー強いですからね、結構ね。私も、ゴーレムずっとトロ上げで使ってるんですけど、ゴーレムはぶっちゃけ、今、ピッカがめちゃめちゃ増えてるんで、まあ、なかなか辛いところもあるかなと思いつつも、今回は相手はね、レベルが12なんで、ここは美味しくいただきたいと思います。さあ、ナイトか、どうしようかな。ゴーレム展開でもいいけど、一旦様子を見ましょうかね。うわーお、三重子。これ、ロケット打ちつつ、いや、ロケットじゃない方が良かったかな。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。今、ロケット外したかと思った。三重子か、結構嫌だな。この三重子にロケット使っちゃうと、次のエリポンが、おーおーおー、いきなり来るな。次のエリポンが受けれなくなるんでね。さあ、ここはマスケットのターゲットをうまくベビドラで受けつつ、タワーダメージ最小にしながら、次私もエリポンを立てたいと思います。多分相手も、エリポン型だと思うんで、ここでエリポン置いてくると思います。私も置きます。一番怖いのはこっちがエリポン置いてきた時に、なんか工場バーバリアンとその愉快な仲間たちが一気に来ることが一番怖いけど、さあ大丈夫そうかな。オッケーオッケーオッケー。タイミング、こう相手のエリポンのタイミングと同じにしてあげれば、そこまで怖くないですね。さあ、こっからどうしようかな。相手呪文持ってないはずなんで、一旦ダークネクロを出して、ここでもうゴレの形作りましょうか。ナイト重ねてくれたんで。さあ、ここでゴーレムの形作って、相手としては、ここ結構きついはず。さあ、どう守ってくる？右に、右ランバーで受けますね。一発ターゲット取った後にランバーで後ろから叩いてあげると。いい形ですね。さあ、右も左もかなりプレッシャーになっておりまして、ゴレデッキはね、やっぱ面白いですね。使ってて本当に。最近結構いろんなデッキ練習してて、ペッカとか、ゴブジャイスパーキーとか、あと、まあ、ディガっぽいとかもね、ちょいちょいやっぱ練習してるんですけど、一番使っててしっくりくるのがやっぱゴーレム。使い慣れてるってマジで大事ですよね、本当に。使い慣れてるか慣れてないかで、やっぱ使ってての楽しさが違ってくるんで。さあ、ここダクネ。オッケーオッケーオッケー。チャンダクネがしっかり受けてくれて、さらにここはゴーレムを重ねていく。あー、ロケット打ちたかったけど、まあいいや。ここで決めていきましょう。これもうロケットを右に打つのも選択肢としてあるんですが、多分三重子で受けるしかもう相手きつくなってくるんで、三重子来たところにトルネロケットを、あー、トルネいらなかった。トルネいらなかったけど、まあおまけみたいなもんですわな。さあ、ロケット打って、オッケー、形ができた。あとはもうダクネ先生とか適当に重ねながら左ゴリ押ししてって、もうゴーレムはやっぱゴリ押しのこの形を作るか作れるか作れないかがマジで大事ですからね。あとは守って終わりかな。さあ、グッドが、わーわーわー、いけない来た、いけない来た。これゴレ受け、男のゴーレム受け。さあ、男たるものね、やっぱ
たまにはゴーレムでね背中で受けないといけないこともありますから。オッケー、グッドゲーム、ありがとうございました。三重視でも今環境的にちょっと辛そうですよね、ぶっちゃけ。ロイホグ三重視は強いんですけど、三重視単体だとなんかちょっと、きつそうな雰囲気もあります。さあということで、もう一試合やって、さらにトロフィーを上げていきましょう。よろしく。さあ、またレベル12か。ちょっとトロ上げマジでやらないとやばいなこれ。さあ頑張っていきます。ここは初手ポン、初手ポン置いていきたいですね。初手ポン置きつつ、てか今シーズンね、ロングシーズンでマジでトロ上げ頑張ろうって思ってるんですけど、まだだいぶでも時間ありますよね。まあでもトロ上げってさ、時間ある時間あるって思ってたらいつの間にか時間なくなってるもんなんで、今シーズンラストはマジで1週間、うわーお、あーこれロケットが良かったかな。今シーズンは最後の1週間あたり私も予定全部抑えてるんで、いやーこれキングいけるよね、キングいけるよね。オッケーオッケーオッケー、危ねえ危ねえ危ねえ、マジで完全に予定を抑えて、トロ上げの準備万端なんで、お楽しみください。お楽しみくださいっていうか、一緒に頑張りましょう、マジで。いやー、ラビーか。もうこれちょっとラビーは、右ゴーレムの形作って、でもう殴り合いですわな。11クロスカウンターの殴り合いで、ラバーハンドに対しては、あいつさえ入らなければいけ、バルーンさえ入らなければダメ負けはしないんで、バルーンだよな、結局は。さあ相手ここで守ってくるならベビドラ追加、絶対右を落としていきます。あーちょっとベビベビ頑張れ、ベビ頑張れ、ベビ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 、いやーこのベビちょっと今の鼻くそでしたね、ターゲットの取り方が。まあ、ただこっちとらね、キングタワー起動してるんで、右も左もいいプレッシャーかけつつ、オッケーオッケーオッケー、悪くない悪くない、よし、11効果に持ち込めました。でさらにここで左、多分相手バルーンとか苦し紛れに飛ばしてくると思うんですが、バルーン来た瞬間ロケット、オッケーオッケー、これトルネードだけでいけるな、トルネードだけでいけますよね、え、いけないっけ、いけますいけます、大丈夫大丈夫大丈夫なはず、大丈夫なはず、オッケー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 、もうラックダメージがな、意外に痛いからな。さあ残り438、相手多分右から形作ってくるんで、私も左から、あこれ右からの方がいいのかな、どうなんだろう、これちょっと難しいところですね。ゴーレム VS ラバハウンドの専門家がいたら教えてください。ここは、ゴレダクネの形左から作って、またさっきと一緒ですね、多分、勝てると思われ。さあここはランバーで受けつつ、ロケットかな、ロケットでしっかり受け、さらにトルネで吸っていくと、オッケーオッケー、相手がなあれ持ってるからめんどくさいっすね、インドラ持ってるから。あでもランバー君がいい感じにレイジ状態を発揮してくれそう、しかもいや素晴らしいな今のランバー君マジ優秀で、ここ相手なんだったっけ、ファイボーを今守りで使ったんで、かなりここの438落とすのは大変なはず。さあバルーンも使ってくれて、なんならトルネードで寄せちゃいましょう、ビヨーン、オッケー、あーこれ入ったか、入ったっぽいな、キャー、今のもうちょいトルネードが速ければ、まあ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 多分大丈夫でしょう、このままご利用ししてフィニッシュですね。まあ、ちょっとねレベル差があるんで、あんまりこうなんていうの、ドヤできないけど、ドヤできないっていうか、あんまりこう実力で勝った感じはしないけど、グッドゲームありがとうございます。さあということで、まあ、調子いいですね。もう1試合いきましょうか。もう100ぐらいガッツリ上げて、キヨキヨパイセンがキャーってなる謎のドズルの歌みたいにできてましたからね。さあオッケーオッケーオッケー、ぜひねキヨキヨさんの動画も見ていただいて、ちょっとな今どれぐらい差があるかな、5078と、あちょうど100ぐらいですね。あともう一戦やって130ぐらい差をつけて、まあ、明日のキヨキヨさんの、YouTube の動画を楽しみに待っていきたいと思います。よろしく。あーこれ強いクランだ、中国の有名クランですね。このクランの人基本みんな強いんで、待ち、行った待ち。まあ、でもあれですよね、世界中にクラン名が知られてるクランってすごいですよね。日本だとどうなんだろう、あこのクラン強いクランだってなるのかな、海外から見たときに。さあ最近ね、私ドズルはクランを転々としてるっていうか、クランゲームじゃない、クラン対戦がね、なかなかこう安定して攻めれる時間がなくて、で定住してるとね、そのクランにクラン対戦こう攻め忘れちゃったりして迷惑かけるんで、最近いろんなクランを自分で作って遊んでます。はい、もうガゴムレで回してきた、あーコウモリか、これちょっとどうしようかな、ニアド取ってるんで、一旦ゴーレム展開でいきますわ。
ホグライダーとか飛んできてもトルネードがあるんで、うおー出たよ出たよ。ペッカ迫撃はマジで終わ、ペッカ迫撃は本当につらい。いやーこれはゴレダクネで相手にコストを使わせて、あ、ファイブを使って、おいしいおいしい、これはいい、悪くない悪くない。で相手コスト使ったし呪文もなんなら使ったんで、ここでエリポンを立てていきたい。もうエリポンゴレの強いところはこれですよね、ダクネに呪文使ってくれるとエリポンが立てれるっていうアドバンテージ取りやすいんで、逆にエリポンなしのゴレだとこういうデッキはきついんですよね。これちょっと一旦受け、一旦受け、ゴーレムデッキたるもの、あーマジディガーいるか、まあ、ディガー入ってるわな、そりゃな。一応心なしかキングターン起動しとこ。いやーきつい、バンジキュース終わった終わったですわ。ちょっと待って、頑張ろう頑張ろう、まだまだいける、まだいける。1分切り、まあ、ゴレと対マンしますかね、あゴレとじゃない、ペッカと対マンしますかね。ここもちょっと受けます、頑張ってキングターン起動してるし。でここダクネにファイブを打つでしょ、でエリポン置いて、いや間に合うかな、時間的にちょっと間に合わない気がする。あれ置かない、相手ファイブ置かない、置かないわ置かないわ、マジかマジかマジか。このあれの守り強いな。さあここでファイブをまとめて打たれて、いやー無理だなこれ。ペッカちゃん、ペッカちゃんの攻撃力3分の1ぐらいにしてほしい。ペッカの呪文、ペッカの攻撃力を3分の1にするだけの呪文が欲しい今ロケロケロケ、攻めのロケ攻めのロケ、こうなんか重ねろ、無理かー、なんか重ねてくれたらワンチャンあったんだが、いやでもねまだあるよまだあるよ。ちなみに、ちなみにお伝えしますとまだあります。ここでさあベビドラ組んで全てを巻き込み、オッケー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 、まだあるまだあるまだある。いやベビくんもうちょいもうちょい頑張れ、よしよし、ゴーレムで受けて、いいですね間に合いました。ここで守りで、相手あれ使えなくなったんで、おファイボ飛んでくるか、ファイボはまだ飛んでこない。オッケー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 、タワーダメージ抑えた、これいいんじゃない、相手かなりきついはず、ファイボを多分打ちたいと思うんで、あ諦めた、よしオッケー、かなり相性悪いデッキに勝てたんで、グッドゲーム、ありがとうございます。今のね、相手、迫撃を攻めで使ってきたんですけど、あそこで迫撃攻めで使ってくれると、こっちとしてはめっちゃ嬉しいんですよね。一番辛いのは、引き込まられて、迫撃で守られて、ペッカで守られて、そこでじわじわ呪文で削られたりとか、ディガーで削られるのが一番きついので、まあ、今ちょっと相手が攻め急いだかなっていう感じはしております。さあ、ということで、最後、強豪クラにも勝ちまして、5110。で、今シーズンね、まだまだ、22日間あるんですけど、もう上の方はね6200に行ってたりとか、今シーズン本当ロングシーズンなんで、まあ、でもぶっちゃけ悩んでるんですよね。ペッカが本当に多いんで、ゴーレムで上げていくか、今ちょっといろんなデッキ実は練習してて、ゴブジャイスパーキーとかも面白いし、面白いけど、じゃあ果たして最後まで上に行けるのかっていう問題はあるので、まあ、ちょっといろいろ試しながら、残り2週間ぐらいになったらね、もうこれっていうデッキ決めて、がっつり上げていきたいと思います。生放送もね、今月末はめちゃめちゃ多めで、クラロワのトラゲやっていきたいと思いますので、ぜひともね、楽しみ待っていてください。皆さんも一緒にトラゲ頑張りましょう。ということで、キヨキヨさん、キヨキヨさん見てるかどうか分かりませんが待ってます待ってます。次ねまたキヨキヨさんからどうする、震えて眠る、逆に震えて眠ってるからねキヨキヨさんの方がまた抜かされることをね、待っておりますので、ぜひとも、今後もよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。